水戸城の大手もずっと来ようかなと思ったんですけど、ずっと来てなくて、ここ中学の時歩いてたとこなんだけど、めっちゃ変わってます。めちゃめちゃお金持ちの学校みたいな感じ。変わったな。今の子供いいよね。昔この階段、あ、階段だけど、この橋のここの上とかこうやって歩いたりとかしたんです。よくやったの。多分今じゃできないの。しっかりできてる。めちゃめちゃ金かけてる。一応めっちゃ変わってる。めちゃめちゃ変わってる。めちゃめちゃ変わってる。すげえなこれ。ちょっと時間変わるとあれだね、電気が綺麗だね。全然こんな感じじゃなかったのに。すげえな。めちゃめちゃ金かけてる。二重。立派なもんですね。立派なもんっていうかすごいね。なんかすごく昔からあるような感じになってるけど、多分これでもこれができてもまだ何年かでしょ。うん、立派な城壁と石畳。しかもちょっと全然人いねえし、学校の時間じゃないから余計だけど、車も通り抜けできないからね。なんだろう、この辺意外と穴場なのかな。ちょっとした散歩するの。ありがとうございます。